拓也。はい、お嬢様。今日は東方二次創作ゲームの幻想少女大戦をやっていくわよ。お、で、どんなゲームなのです？ SRPG っていうタイプのゲームみたい。でも私 SRPG っていうのやったことないからどんなものかさっぱりなのよね。その SRPG の東方ゲームですか？どんなゲームなのか楽しみだわ。早速やりましょう。スタートボタンを押してと。お、早速主人公選択ですね。主人公の種類は、霊夢とマリサの二人、楽園の素敵な巫女、白霊霊夢、普通の魔法使い、霧雨マリサ、効果力、長射程の攻撃で敵を圧倒する、使用不足だが、持ち前の才能を生かして、かわして当てることのできるオールラウンダー。お嬢様、どちらにするのですか？やっぱり最初は霊夢ね。お嬢様は大体最初霊夢ですね。まあね、主人公は霊夢でよろしいですか？はいと。今度は難易度選択するみたいですよ。あ、いきなり普通な単語発見。どんな理不尽もどんとこい。何があっても驚かない、得な方に。ハード、シミュレーション RPG が大好きで、手強いくらいがお好きな方に。ノーマルプラスなんて難易度もあるのね。これは初めて見る難易度ですね。そしてこの次がノーマルか。どうやらこのゲームではノーマルが一番難易度低いみたいです。どうします？お嬢様 SRPG やったことないと言ってましたし、無難にノーマルにしますか？いや、ノーマルプラスにするわ。大丈夫ですか？だってあんまりサクサク行きすぎてもつまらないじゃない。まあそれはそうなのですが。ってことで難易度はノーマルプラスよ。ゲーム始まりますかね。お、これは、幻想郷の説明ですね。幻想郷の説明いらないという方は2分10秒くらいまでスキップしましょう。流れるのが早くて読めない方は一時停止を。邪魔だし消えておきましょうか。118期の夏、どうかしたの昨夜。118期の夏といえば公務異変の時では。あ、確かにそうかもしれないわね。とするともしかしてこのゲームは、どうやら幻想郷の説明が終わったみたい。次は一体何が来るのか。妖怪の山。ちょっと、雨よ。荒れた天気ですね。しかし最初に妖怪の山が出てくるのは意外ですね。なんで？私はてっきり公務異変が始まるのかと思っていましたから。あ、そういうことね。誰が出てくるのでしょう。天狗。どうやら何かと戦ってるみたいですね。しかもどうやら大勢で戦ってるみたいよ。それにこの様子だと天狗側が負けてるみたいですね。何？たった一人に苦戦してるですって。この天狗たち、一体何と戦っている？この雨となるとお嬢様や妹様ではないでしょうね。おい、なんで最初に私の名前が出てくるのよ。実質的にはその時期ですから。お、モミジだわ。モミジも今仕事中みたいですね。カッパは避難したと。山で何が起こってるんだ。あ、怒られてるわ。こんなお嵐の番組で歩くカッパ、いるかもしれないわよ。一人相手に天狗王勢が負けている状況、あまり想像できませんね。こいつらが何と戦ってるのかめちゃくちゃ気になるじゃない。こうやってゲームに引っ込まれるの、好き。いた？川城に鳥ですね。こいつもこいつで何かをやっていると。いろいろなことが起きてそうだわ。どういう部分終わったかしら。かなり気になる状況でしたね。一体この幻想郷で何が起こっているのか。お、雨が止んで晴れましたか。また謎なものが現れたわ。一体誰なのでしょうか。というか我らが主人公白霊霊夢がまだ出てきてないわね。もうそろそろ出てくるのでは。ヨウムは晴れるどころか、徐々に濃度を増してきている。ポイントはヨウムね。ヨウムといえば公務異変が思い浮かびますが。妖精の集団がどこかに向かっているらしい。妖精が向かっているところとこの謎の人物が向かっているところは同じでしょうかね。多分ね。お、来た来た。第一話、楽園の素敵な巫女。お、霊夢だわ。相変わらずですね。妖精は退治でもされに来たのかしら。笑ってますよ。おいおい、何やってるんだこいつら。わざわざ霊夢を怒らせてる。こんなの退治されるだけでしょうに。あ、出てきた。みんな、わお、たくさんいますよ。一気に囲まれる形になっちゃったわね。いつ時代の妖精なのかしらこいつらは。
もしかすると。旧作から今の作品になったばかりの話かしら。霊夢が飛べないと考えてる妖精がいるくらいですからね。勝利条件は敵の全滅、敗北条件は味方の全滅、 EX 条件ってのもあるわね。低速モードで5回以上戦闘ですって。ここからゲームの説明ね。シミュレーションパートは味方ターンと敵ターンで構成される。味方ターンでは味方キャラを操作し、敵ターンでは敵が自動的に行動する。キャラにカーソルを合わせて丸ボタンを押すとユニットメニューが表示されるから、その中から行動を選択すると。オッケー、大体わかったわ。あ、低速って書いてありますよ。さっき確か低速モードで戦闘っていうのがあったわね。なるほど、こういう感じか。全てのキャラが行動終了になったら、ターンを終了して敵のターンに回しましょうですって。どうやって終了するんだ。カーソル下にしてボタンを押せばいいのでは。こうね、ターン終了と。これで敵のターンになるわけですね。え、今何かやられたの。さっぱりわかりません。でもとりあえず一気に倒してくれるみたい。誰だ。私だ。お前は半分人間の上白沢系ね。ふふん、なんでこいつがこんなところに。助けに来たんだ。いや、助けられに、かな。やはり霊夢はケイネのことをまだ知らない。霊夢とケイネがあったのは確か1199の秋。まあいいわ、あんた私たちの味方なんでしょ。そうだ、妖精退治を手伝おう。まあ数は多い方がいいですしね。ちゃんと私のことを動かせよ。そう言われても操作方法さっき学んだばかりだし。とりあえず下の会話をちゃんと見ておくんだな。この次だ、よく聞いておけよ。弾幕に入ると、移動力、回避率、防御力が下がってしまう。それを避けるには、弾幕の外で戦うか低速モードになるしかない。なるほどなるほど。っていうか今私低速モードじゃなかった。確か低速モードですね。なんですでに低速モードなんだ。そういう条件で戦闘しろって書いてあったのよ。そうか。さらに低速モードの説明が続きますね。攻撃開始するとブレイズとなり、ブレイズダメージを受ける。まあここら辺はやっていけばわかるはずだ。弾幕の外なら高速モード、弾幕の中に入るときは低速モードがポイントのことです。大体頭に入ったわ。弾、アイコンがついてる敵は弾幕を発生させ、その中に入ると移動力、回避、防御が低下する。低速モードになることによってこれらのデメリットを全て無効化できる。回避してもダメージが入るっていうのが怖いわね。命中率が低いほどダメージ量が軽減され、命中率が高いほど高くなるぞ。たくさん移動したいときは高速モード、安定して戦いたいときは低速モード、切り替えて戦略を有利に進めると。さて、それじゃあゲーム開始よ。ケイネが前方向に移動。ここでは何もできないみたいね。じゃあ今度は霊夢を動かすわよ。お、攻撃ができますよお嬢様。選択できるのはパスウェイ順に移動だけね。よし行け、攻撃よ霊夢。こんな画面になるのですね。すごく本格的じゃない。いいわねいいわね。あれ、攻撃された。これは反撃されたんだ。へえ、反撃なんてものもあるのね。さて、もう何もできそうにないし、ターンエンドね。敵のターンだ、冷静に対処するんだぞ。これがさっき言ってた反撃ね。あ、さっきより強い技が使えますね。当然使う。うわ、妖精のくせに意外と攻撃痛いじゃない。あ、倒しましたよ。大体2回攻撃すれば倒せるって感じね。いい感じじゃないか。このまま妖精どもを蹴散らしていけばいいのね。しかしこれを全部倒すとなると大変そうですね。今回は回避の選択で良かったんですか。一回反撃以外の行動もしてみたくなったわ。あ、やっぱりダメージ食らってますね。妖精倒すだけだしカットしましょうか。あなたの力、見せてもらうわよ。っていうか丁寧回復もできるのね、便利。なんと指定したユニットの HP を2000も回復することができるんだ。それは丁寧以外でも、例えば霊夢とかも回復できるの。できるぞ。いきなり回復要因が手に入るなんてラッキーだわ。私の力、存分に見せよう。ファーストピラミッド。一体撃破
しましたね。でもまだまだ敵の攻撃が続くわよ。一番下を選択してくれレミリア。わかったわ、突っ切って。大丈夫。心配するな、これが今のところ一番強い。あ、音楽が変わった。行くぞ。ケイネが飛んだ。おーおー、強気だ。反省文を書いてくること。け、4592ダメージも入ってる。とんでもない破壊力。言っただろう、私は強い。まだ満月の夜でもないのに。お、レベルが上がったわ。このままここにいる最後の1体も片付ける。はい、本当に強いですね。ゲームより強いんじゃね。可能性はあります。ファーストピラミッド。3体倒しちゃった。圧倒的強さだったわ。じゃあもう全部片付けましょうか。ふむ、これで最後だな。終わらせてけいね。わかってる。最後の妖精撃破しました。ふん、終わり終わり。しかし、ケイネがいなかったら危ないところでしたね。妖精のくせになかなか強かったわ。私が来たのはそれに関してのことなんだ。霊夢に異変調査ですか。霊夢に異変調査ねー。ってことで中で話そうじゃないか。今回はどんな異変が来るのかしらね。ステージクリア。クリアするとリザルトが出るぞ。よし、EX 条件クリアしてるわ。クリア時間は15分ですか。じゃあ詳しい話を聞こうじゃないの。白霊神社。ちょんちょんって、結構激しい戦闘でしたけどね。そういう仕事じゃないと思うけど。そういう仕事じゃないな。妖怪退治ってことでしょうね。作る会って何？さあな、私も知らん。おま、ケイネなのになんで知らないのよ。まあまあ、会話聞いてればわかることだから大丈夫だ。新しい幻想郷を作る会の会合、スペルカードルールの説明会。切れてる顔してるわ。やれやれ。上白沢ケイネ、人間の里で教師。しかし、こうなると誰が誰の知り合いなのか、原作基準で考えてたらいろいろずれることになりそうね。そうだ、異変の話しに来たんだったわね。ここからが本題だ。やっぱり公務異変じゃないですか、これ。本当に最初の最初の話ね。見てください、この顔。仕事をしないという噂は、やっぱり本当だったか。これ受けるの、難色を示すでしょうね。ケイネは随分必死ね。里が心配なんだ。ケイネが霊夢に詰め寄ってるところが想像できるわ。私もできる。邪魔とか言うな。
回復要因がいなくなるでしょ。ケイネスルーしてるので大丈夫ですよ。こういうのは強引に言った方がいいんだ。マユアズキング看板メニューになんて名前つけてるんですか。でも見てみたいわね、マユアズキング。これは霊夢釣れそうですね。お、帰るのね、バイバイ。私はここにいるけどな。なんでよ。やはりこれが霊夢の狙い。マユアズキングは勝ってやらんぞ。やれやれ。それじゃあ今回はこれで終わり。最後にチャンネル登録と高評価って、あら、また続いてますよお嬢様。なんだ、まだ終わりじゃなかったのね。最後にこの会話聞いて終わりましょうか。役もゆかりと役もなんですが、今の霊夢はまだこの二人と面識ないんじゃないかしら。多分ないですね。お、こいつら妖怪の山の話してるな。あの最初のシーンの話ですね。こいつらなの。でも一人と言ってましたよ。いや、会話的にこいつらが戦ってたんじゃなさそうね。山が気になりすぎる。霧の方はノータッチっぽいですね。覗いてるわねこいつ。貴様、見ているな。ってことで今回はこれで終わり。じゃあね。最後にチャンネル登録と高評価、コメント気軽によろしくお願いします。では。